はい、ということでですね、カーパーキングに、アップデートがですね、7月25日来たみたいなんですけども、まあ、今回ですねこれ 4.8.20.1 って書いてあるんですけど、まあ、これちょっと中開くとですねこういう風にですね書いてないんですよ。これここニューカーのとこで、まあ、一応コメントがあってちょっと今回どの車が追加されまあここ 4.8.19 のまんまですね、上がだからかで、今のバージョンがですね 4.8.20.1 ということで、ちょっとだからここのですねいつものこの更新内容の紹介のあれがないのでちょっと分かりづらいんですけど、一応ですねプレイストアの方を見るとニューエモジニューエンビロンメント&アズユジュアルニューカーズということでですね、まあ、新しい車追加されてますよ。まあこれエンビロンメント新しい環境ちょっと環境がちょっと 何か分からないですけど、まあマップかなで新しい絵文字、まあ、この3つかなと思います。で、今回追加された新しい車というのがですねこちらですね、チェイサーでございます。あでもこれエアロないねんな、チェイサーエアロなしか。1000コインということでちょっと残高やばくなってますね。買います、これはねさすがに買います。お、ちょっと見てみますが、色がねもうやばいっすよね。これだいたいこの鏡面のところはちょうどこの高さ合わせるぐらいがちょうどいいと思うんですよね。でこれはなんでこんな色になってんやろ。あメインのせいか、なんかめちゃくちゃいっぱいあるなんかこことここめっちゃいっぱいあるで。ちょっと見てみましょうか。はい、ウィングがいっぱいあります。うわなんやこれ、ウィングがいっぱいありますね。おお結構今回形こだわってますね。まあチェイサーにこんなウィング似合うんかいっていう話ありますけど、でこれですね、あこれ普通のやつやな。おちょっと今までと形が違うボンネットダクト出てきましたね。あこれ一緒かな、あこれ違うね。でもいるこれ、あなんかライトが来ました、まあ、いらないですけど、これはルーフかな、あルーフですね、ルーフスクープ。おこのなんて言うんですかね、このリアウィンドウになんかやるやつね。これいろんなゲームありますけどちょっと名前知らないですね。これであすごいシャークフィンがある、シャークフィンつけとこうか。はい、じゃあちょっとですね、ホイール変えて足回りやってみたいと思います。はい、とりあえずですねちょっと何も考えずに前下げしてみました。うん、まあまあまあ下がりはするんですけどちょっとですねちょっとどうかなっていう感じありますね。ではですね、次絵文字をちょっと見てみましょう。おお開いてますね。そうかエンジンルームもあるんか、絵文字ですね絵文字。おお何これ、なんかロックされてますね。絵文字が増えてるけどロックされてるぞ。これ GR って書いてるえ思いっきりやんこれ、 GR 思いっきりですねこれ。あ500コイン、500コインかちょっと使いたくないんですけどね、まあ、ちょっと気になるので、買います。あの1個だけ、どっちにする、なんかこれお寿司とかあるしな、こっちにするか。 OK さあどうなるのか。うわすげえ、お寿司から雷出てましたよ今。あ全部か、これな どういう風に使うのこれこれどういう風に使うんですかね、全くもって意味わかんないですけど、どういう意味として使うんでしょう。でこういうのはわかるじゃないですか、自分の気持ちをね表すみたいな、でわかるんですけどこれ何使うのこれうわーもうまたわけわからんもんにコイン使わされた、最悪。次はちょっと環境で変わってるところがあるのかという話なんですけど、まあ僕のおんちょっと待てよ、ここなんやったっけ、あれここなんやったっけ、あれこんなんあったかな、んちょっと待って、これあれかデザートに行く道路やな、あれここなんかここら辺なんか新しい気がする、これはあれか、え
なんかここもなんか変やな。ここバーっと、ここ遊園地のところですよね、多分。この波々がある先やから、なんか遊園地のところが、と、あとここがなんか変わってる気がしますね。まあちょっとその気がするんですけど、一旦ですね、一旦車の方見ていきましょう。じゃあまずはですね、エンジンルーム見てみましょう。これ、なかなかいいですね、これ、ほら。これ、キノコついてますよ。これはなかなかいいですね、これ。こういうなんか、チューニングエンジンルームはこれ初めてなんじゃないですかね。チューニング系のちょっとこうだって、多分純正でこういう青いホースとか使われてるのかな。これはいいですね。はい、ということで内装なんですけど、あ、ちょっと待って、これ、あー、動かんのか。これ PRND2L って書いてあるんですけど、これ動いたらね面白かったですけどね。おお、なんか事故りましたけど、まあ結構いい感じにですね出来上がっております。おい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 、暗いな、暗い、もういいか。ではですね、ちょっとライト関係見てみましょう。はい、いつもよりですねだいぶドアップでお届けしております。じゃあまずヘッドライトいきましょう。はい、まあ微妙な明るさですね。で、ウィンカーですね。おウィンカーはですねやっぱ LED になってるので、まあだいぶですねキレのいい光り方をしております。では後ろ行ってみましょう。ブレーキランプですね。でウィンカーですね。でバックライトですね。バックライト、これがテールランプとなっております。じゃあですね例の場所に行ってみたいと思います。音がですねなんか GTR と同じような気がしますね。まずここやね。てかちょっとここをドローンで見るか。つながってんじゃないこれ。あ、下や。なんか下に道ができてるわ。下に行って何これ、なんだこれは、なんだこれは。じゃあまあ行ってみましょうか。一応入り口が、こっからですね。こっから入り口で、でこのなんかよくわからない道を通っていきます。ほい、でここで曲がって、でちょっとねこの先にねなんかよくわからない、これなんでしょうね。ここもなんか道になってますね。まあちょっとあっちから行こう。キー、こっちですね。でまあこの浜辺ゾーンにまあ降りてくるっていう感じですね。浜辺ゾーンで、まだこっちに道があって、ここ行くとどうなる？まあさっきの道はここをこうつながってるだけですね。でこっちに行くと、なんだこれ、スケボーパーク？スケボーパークやんこれ。は？なんでスケボーパークなんかあんの？これ完全にスケボーパークですよね。いや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 、スケボー機能ないでしょ。スケボーパークで車遊べないですよ。ちょっとどういう何を考えてるのかわからないですね。うわ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 、
完全にスケボーパークやこれ。わけわからん。ちょっと待って、僕が知らないうちになんかスケボー機能ってありました？これとかも完全にレールですよね。ああ、まあレールでもないか。これ飛び降りるの結構怖いな。これ結構高さあるぞ。これ飛び降りるのは怖い。さすがに結構なプレイヤーじゃないとこの高さスケボーで飛び降りれないですよね。それかこのスケボーパークを車で遊ぶっていう新しいシステムかな。完全にスケボーパークですよねこれ。もう映えスポット的な考えか。じゃあ今回のサムネイルはこれでいきましょう。邪魔やなこの葉っぱ。豆豆ロックということで、これで一応終わりですね。ここまさかのスケボーパークやったということで、あとまあこれか、このわけわからん絵文字。これやばいぞ、わけわからん絵文字マジでやばいぞこれ。絶対買わん方がいいと思います。はい、ということで今回ですねチェイサー追加されました。ただでもまあチェイサーとかもうかなりですね、このエアローありきの車でちょっとエアロがないっていうのが疑問なんですけど、まあ今後ですね追加されることを期待して待っておきましょう。ということでよろしくお願いいたします。